1949年に共産党入党宣言をした日本キリスト教団牧師赤岩栄は日本キリスト教団の牧師をしながら共産党入党宣言をしたことが教団内の大きな問題になった。椎名林蔵に洗礼を授けた牧師としても知られる。愛媛県北郡肱川村の牧師の家に生まれた。光陵中学中退後、神戸神学校に入学する。その後、大阪神学院に転校したが、キリスト教に懐疑を抱き中退する。さらに、東京神学社で学び校長、高倉徳太郎の神学に傾倒し、改心を経験する。卒業後、日本キリスト教会佐渡伝道所に赴任する。高倉の要請で、福音と現代の編集のために上京する。1931年、中原伝道所を開き、翌1932年に上原教会を設立する。安守礼を受け終生上原教会を巻き会する。雑誌、琴、指を発行。戦前はカール・バルトに傾倒する。戦後は戦争中にキリスト教会が取った態度を深く反省して、社会実践の必要を感じるようになった。最初は社会党に期待を寄せたが、失望して共産党に傾倒していった。1949年1月の総選挙で、日本共産党の風早82を応援して、理論的にも実践的にも、キリスト教と共産主義とが両立し得ると主張して、日本キリスト教団の牧師のままで、共産党入党宣言を行う。その結果、日本キリスト教団内外に論議を巻き起こした。これは赤岩久志問題と言われる。教団の幹部たちは、キリスト教と共産主義は両立し得ないとして、入党を断念するように働きかけた。その結果赤岩は、入党を控えて、外部から共産党に協力することになった。こうした赤岩の行動に対して、教団の指導者たちは、特別委員会を設けてこの問題の解決に当たらせた。教団は、信仰はキリスト教、実践は共産主義という赤岩の主張は容認できないという結論になり、キリスト新聞にその声明を発表した。その後、赤岩の立場を支持する勢力と支持しない勢力に分裂した。椎名林蔵は支持しない側に回った。また晩年には、バルト神学を捨てて、ルドルフ・ブルトマンの非神話化論の神学に影響されて、人間イエスを探求し、イエスを自ら実践する方法を探った。1966年に、キリスト教脱出記を出版し、正統的キリスト教信仰を排して、内部からの鋭い問題提起とキリスト教批判等を行った。社会的活動としては、全国生活と健康を守る。会連合会第3代会長などを務めた。上田正明、津田秀夫、永原圭に、藤井正一、藤原明、コンサイス日本人名辞典第5版、株式会社三省堂、2009年9ページ。遠藤周作、私にとって、神とは52から53ページ、日本キリスト公会100年記念会、P23。ありがとうございます。